自転車に乗っていて車にひかれたっていう。それ学校行く途中。帰りでしたね。帰り、友達おうおう。と帰ってる途中に、まあ僕全く覚えてないんですけど、おうおう。信号もない道を突然渡り出して、車にドーンってぶつかって、それちょっとあれやけど、記憶ないから、あれかもしれない。渡り出してってのは、普段渡ってたのか、渡らへんのに、突然渡ったのか。別にそこですぐに渡る必要はないんですけど、あ、そうなんや。それでまあ僕は気を失って、で、病院におうおう運ばれて、おう。おう。でも別になんかこう、大怪我もせずに、怪我してないの？なぜかそうなんですよね。え？1日だけ病院に泊まってえ？帰ってきました。今小池さん自己話したら、ほら、視聴者数が増えたけど。マジで？だちょうどそう、さっきから一番最初にお話した、麹の木の生姜、岡崎さんって話したでしょ？思い出したけど、岡崎さんは高校1年か2年の時に、バイクで事故って、そっから半年入院して、そっから麹の木の生姜になったっておっしゃってて、もちろんバイクと自転車はあるけども、そんな記憶ないぐらいとか、大事故は大事故ないの、小池さんも。まあ、そうですよね。だって、お父さん、お母さん、なんて言ってたの？もうあの時あんた死にかけたんやでとか、なんとかは。そこまでは全然なかったですよ。だから僕も時々記憶が一瞬だけ戻って、救急車で運ばれてる途中のシーンとか、病院に着いたところとか、なんか話しかけられてるけどよくわからないみたいなのは断片的にはあるんですけど、ただそれでまあ目が覚めたらもうなんか悪いことやっちゃったなと思いながら病院のご飯を食べて っていそれう。だから、もちろん脳は云々はあれよかったんやろうけど、その足とか手とかの骨折や怪我は？骨折はなかったですね。なんで、マジで？ちょっと顔のどこか切れて血が出たぐまあ、らいすりで、傷ぐらい？そうですね。すげえな。いや、それまあ、もちろん僕も子供の頃自転車乗っててね、もちろんこけた怪我でも、単にこけたぐらいの話やんか、それ。まあ、そうですね。だから道を渡ろうとしたところに車がドーンって来て、バーンっていう、この感じが、でもほんまにあれな、部分悪いけど、下手したら死んでてもおかしないとかい話や、やんな、もちろんやけどな。だってうそちのの、子悪かったりしたらな。岡崎さんとかもまあそうですしね、だってやっぱ頭を地いや、面そうやに。んな。すごい、それはもう奇跡やん。すごい、そんな話を初めて聞いた。へえ、もう奇跡の声は、小池さん。なんかこれ、あんまりこの背景、その時の僕の心情とかって、まあちょっと、まあ、この際なんて言いますけど、どうぞちょっどうぞ。となんかそういう事故の周辺の時期は、なんかもう、こう、なぜかわからないけど、あんまり、これ、生きててもいいことないな、みたいなことを、なぜか思ってた時期だったんですね。それ何？高校何年って言った？高校2年生ぐらいだったと思いますけ高校ど。2年、それ受験とかってこと？じゃなくいや、て受何？験とかは全然なかったですよ。なんか、自分なんてみたいな思いが、ああ、そうなんや。そずっれはいいやん。とあっだって今まさにて、ね、支援員として。あ、小池さんもそういう時はあるんや。そうですね。だからあんまりこういう、なんかこう、言葉を選ばなきゃいけませんけど、なんかそういう思いがずっとあったときに、その事故によって、ちょっと目が覚めたって言ったらあれですけど、ああ、まあな。ちょっとそこで考え方は少し変わりましたね。ちなみにそれ悩んでた期間というか、まあ言える範囲でいいけど、悩んだ原因っていうのは思い当たるのあるの？じゃ特になんか、なんか日々しんどくて、なんかこう、なんだ、その時考えてたのは、その人生って確かに生きてれば楽しいことあるって言われるかもしれないけど、その楽しいことが、電車で例えたら駅みたいな、ポツンポツンと駅みたいに楽しいことがあったとしても、その道中がずっとしんどいなら、なんか、そんなに、こう、自分の中で割に合わないっていうか、ああ、なるほどね。そんな歯食いしばって必死に頑張って、それでちょっと楽しいことがあるぐらいなら、とか、なぜか思ってたんですよ。おお。
でもそれあれかもね、本当にまさにそれ、そう思ってるからこそそういう事故で目を覚めさせたのかもね、神様がね。そんなこと言ってる場合じゃないぞと。そうですよね。いや、だからほんまその九死に一生やもんな、下手したほんまに。そうでうん。すなんか、あれやわ、これまた自己話も最後にして、で自己話してるとなんか結構視聴率が上がるからあれやけど。僕も思い出したのは、中学の時かな、僕は中学の時に、1個上のすごく仲のいい友達がいて、まあ、1個上やけど、中学とかやから、もう別に先輩後輩とかじゃなくて、すごく仲のいい友達がいたんですけど、その友達がですね、ちょっと残念ながら突然、自転車で事故で死んだんですよ、亡くなったんですよ。で、その亡くなり方はですね、今でもほんまか嘘かちょっとあれなんですけど、僕らの昔、その時住んでた家にですね、すっごい下り坂があるんですね。すっごい下り坂があって、まあ、僕らもちょっとこの頃調子乗ってましたが、どこまでブレーキかけずに行けるかみたいなことをちょっと競ってた時もあるんです。多分それ彼もそうしたんかもしれませんが、でその時にそう僕もお葬式も行ったと思う、ちょっと記憶ないです、頃ほんまにめちゃくちゃ仲良かったんで、その彼が突然亡くなったってすごくショックやったんですけど。まあ後からうちのお父さんとか、まあ、うちの両親とかね、向こうのご両親に聞いたのは、彼はその坂降りた時に止まってたダンプに自分でぶつかって亡くなったって聞いたんですよね。だからもうこれダンプも悪くはないんですよ。止まってただけやから。から駐車してた、止まってたって、信号待ちで止まってたって駐車してたらしい。だから誰も降れへんダンプに自分で自ら突っ込んで自転車で亡くなったみたいな。ねえ、こんなこともあるのに、小池さんは引かれても死んでないね。怪我する一つない ねえ、これこそほんま運命。